肉親チャンネル始まるよ。はい、皆さんおはようございます。肉親チャンネルです。いつもありがとうございます。今日はどこに向かっているかと言いますとですね、岩手県一関市で開催されるバイクラブフェスタでしたかね、フォーラムでしたかね、なんかそんな感じの集まりですね。何なんでしょう、全国でやってるみたいで、今回は復興のイベントも兼ねて岩手県で行われるということで、午前中がそちら、フォーラムがあって、午後から、平泉、それから、気仙沼だったかな、そっちの方までそのみんなでツーリングして復興を盛り上げようというイベントのようですね。私ちょっとね、時間の都合上午後の部は参加できないので、午前中の部だけちょっと参加したいなと思ってやってまいりました。今日で、10回目かな、こちら ZX12R だいぶ仲良くなってきましたよ。動画ご覧いただいてるね、皆さんよくお分かりだと思いますけど、転んだりなんだりしながらですね、どん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 仲良くなってきました。でやっぱりね、乗れば乗るほどこうバイク軽く感じるというか、やっぱりこれが大型バイクの慣れなのかなっていうふうには思いますね。ただね、やっぱ慣れてきたところ油断できないので、今日も気をつけていきたいと思います。このね、ジュニアル乗ってからやっぱりちょっと足つきが今までの SR より悪くて、普段ですね、こう道路走ってる上であんまりこの輪立ちとかあんまり気にしなかったんですけど、やっぱりこの足がつかないってなるとですね、停車する位置っていうのをすごく考えるようになりました。このセンターに車をバイクをですね、停車して輪立ちの下に足をつこうと思うとやっぱつかないんですよね。逆に言うと輪立ちのところにバイクを入れて足をこの出っ張ってるところに出すとですね、意外と簡単につく、多分1センチ2センチの差だと思うんですけど、これって結構大きいんだなと思ってですね、輪立ち気をつけるようにしました。すごい進歩です。気をつけるようにしてからやっぱ足つきの悪さ比較的解消というか、気分の中では解消されるようになって、ちょっとね、足が長くなったんじゃないかと勘違いするような感じで、なんかあんまり気にならなくなってきましたね。嬉しい進化ですね。来週から北海道ツーリングが控えてますのでですね、バイク壊さないように、トラブらないように安全運転で行ってみたいと思います。あ、バイクいっぱいいた。こっちだね、着きました。